さてさ、シャオカレでございます。今日非常に暑い、もう嫌になるぐらい暑い。風もあまり吹かないからね、ちょっと今日は本当に真夏日になっています。ゴールデンウィーク中のシャオカレでございます。おはようございます、こんにちは、こんばんは。なんか今朝ボディシャンプーを薬局に買いに行きまして、在庫がなかったんでね。で、ボタニカルなんちゃらっていうやつ、ちょっとどっか貼っておきますけれども、なんかそれが通常価格1000円のところ798円、ゴールデンウィークセールみたいなのがやってあって、陳列重機のエンドと言われるね、あの目立つところにすごい大量に置いてあったんで、ボディーソープが切れていたからさ、薬局行くのにも、まあ、寝起きのまま行って購入して、でも朝ですよ、10時ぐらいでもうすでに汗だくになって帰ってきて、それでようやく入って、でその時に、まあ、体を洗っている途中でちょっと鼻がムズムズしまして、泡まみれのまま鼻をちょっとこうかいてしまったんです、こうやってね。そしたらですね、そっから多分僕が鼻息荒かったのか、あのボディーソープの泡をね吸い込んでしまって、それ以来ね、左鼻がすごい敏感になってて、8回9回ぐらい連続のくしゃみをしましてね、あのお風呂場ってこんなに響くんだっていう感じで、もう最後の方ほんと山彦のように、ハクションマ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 ンってすごいもうエコーがいっぱいかかって、それ以来ですね、ずっと透明な鼻が両鼻から出るようになりまして、喋っていないと意外と平気なんですけど、この鼻孔が喋ってるこの声の振動でちょっと響いてまして、今にもちょっとくしゃみをしそうなんですけれども、大変なことになってます。あの花粉の時期にね、ちょうど鼻セレブという保湿成分、水分含んでるティッシュで鼻を噛んでいて、それがちょうど切れたんですよ。で、普通のティッシュにようやく切り替わるぞという中で、鼻水すごいので、ちょっとこれはまた今すっごい鼻の下がね痛いんですよ、ヒリヒリして、普通のティッシュなもんだから。これちょっと通年で鼻セレブみたいなね、その保湿成分の入っているティッシュを使わないともしかしたらいけないかもしれません。さあ、というわけで、多分この動画はゴールデンウィーク後半の最後の土日ら辺で上がると思います。帰省ラッシュに、巻き込まれてしまう方多数いらっしゃると思います。無事に運転をなさってください。まあ、旅行先中でね、僕なんかの動画を見ることはないと思うので、まあ、見ていらっしゃるということはご無事だということでね、よかったかなと思いますけれども、ゴールデンウィークが終わりますとね、本当に何もなくなってしまいます。楽しみが次はもう学生とかは夏休みですしね、社会人の方はボーナスか、ボーナスまで頑張るという形でしょうね。僕はちょっとボーナスがない契約条件といいますか、年俸制という形なんで、ボーナスで楽しみにするものとかっていうものはないんですけれども、一応僕が今ねすごい楽しみにしているのが、9月前後で多分アップルのなんか新作発表みたいなのがあるタイミングで MacBook Pro を買おうかなと、前向きに買おうと思っております。リニューアルされた MacBook Pro が出るかどうかっていうのは分かりませんし、マイナーチェンジでスペックだけ向上してっていうタイミングで1個前のものを買うのか新作を買うのか、そういうところまで決めてませんけれども、一応9月で僕がいくつかショッピングローンを組んでいる一つ大きいやつがなくなりますので、その引き続きで購入しようかなと思ってはいるんですけど、タイミング的にはバッチリだということで、そのタイミングかなと思います。なのでそれまでは頑張らなきゃなという点と、最近はちょっと家の部屋取りもなかなかしていない現状の中、ちょっと外で編集をすることが多くてですね、 MacBook Pro で、行っている形なんでね、スムーズにそれがこう全て、今まで2台使いをしていたものを1台に集約できるぐらいのスペックのものをね購入したいと思います。やっぱり家で編集するよりも外とか別の場所でやる方が格段編集スピードが速いんですよ。その書き出しだなんだっていうのは家の方が速いんですけど、
編集する向上心といいますかね、仕事でもそうなんですけど、外にいる方がなんかやっぱりこう脳みそが動いてるなっていう感じでスムーズにいきますね。いろいろと新しい撮影技法であったり、カメラの導入であったり、編集方法であったりっていうことをね、仕事で使う前に YouTube で試したいみたいなことがいっぱいあるんですけど、それについていけるスペックのパソコンが今のところないので、それが早くできるようにしたいなと思いますね。いやー、それにしてもすごい道が混んでますね。なんか何台か車すれ違いましたけど、なんか奥様お母様が運転してて、助手席に多分お父さん旦那さんが乗られてるんだと思うんですけど、なんか久々にこの時期、あと夏休みとかにもよく見ますけど、足をさ、このなんていうの、上に乗っけてくつろいでる人いますよね。あれ危ないと思うんですけど、多分長時間お父さんが運転して疲れて、運転変わってって言って足伸ばしてるんでしょうけど、ちょっと危ないからね、あの方法やめた方がいいとは思いますが。というわけで、ゴールデンウィーク長時間運転されていた方々がもしいらっしゃいましたら、大変お疲れ様でしたということで、まだ帰省はねこれからだよっていう方は安全に運転なさってください。では、しょうこれでございました。また明日、バイバイ。